はい、みなさん、こんばんは。ケンジです。今日は和とがの違いを説明しようと思います。So、today, be talking about the difference between and 日本語を勉強している人の多くは、この違いが難しいと感じると思います。I think lots of Japanese learners are struggling to differentiate the difference between 和 and が。 では早速始めていこうと思います。So, let's get started. ちょっと待ってくださいね。ほ。結構先行っちゃった。よし。は、たい、が、は versus があ。よかったらインスタグラムフォローしてください。 まああの、ワトがどっちを選びばいいのか分からないとか、意味がどう変わるのか分からないっていう人が多かったので、この動画を作っています。まず最初に、ワトがって結構難しいんですよ。なので、全部をカバーすることは申し訳ないんですけど、できないです。専門家だとしても、説明するのにすごく苦労します。でも、 I'll do my best. 頑張ります。頑張って分かりやすく説明します。まず、これはおいしい。これがおいしい。違い分かりますかこれ意味は違います。これはおいしいっていうのは、そのまんまです。これはおいしい。This is delicious. もうシンプルです。 As as で次の文章。これがおいしい。矢印出ましたね。これは特定のものがおいしいって意味なんですよ。なので、今寿司がたくさんあって、その中でこれがおいしい。This is the one that's delicious。言い換える、まあ、そんな感じです。あ <laughs> とで説明します。あの、英語で pick one out from a glove as a delicious one たくさんある中で一つを選んで一つ特定のものを選んでそれが美味しい手意になりますこれなのでまあこれは美味しいとこれが美味しいは意味が違うよってことは最初に、えー、傷最初になんか,かあのそう思っておいてくださいえー こんな感じでね、3つのパートに分けて説明していこうと思います。まず最初は形容詞、adjective から説明します。和とがの後ろに形容詞が来た場合、その文章の意味はどうなるのか。まず、和の後ろに形容詞が来た場合、これも簡単です。多分誰も、もう意味はそのままなので。 みんなは、これを普通にわかると思います。例えば、この iPhone は新しい。もうそのまんまです、意味は。This iPhone is new。問題ないですね。で次の文章。がの後ろに形容詞が来た場合、この場合は意味が大きく変わります。まあ、英語だとこんな風に書いてるんですけど、この iPhone が新しいっていうのは、 This iPhone is the newest, car.This iPhone is the new one. みたいな意味になります。あの、さっきも説明したんですけど、いくつかある中から一つを選んで、これが、この iPhone が新しい、特定して、強調しているわけですね。で、こ,のこれはおいしいとこれが、これはおいしいとこれがおいしい。 まあ、じゃあどうやって使うんだって話なんですけどでね日本の友達がラーメンくれたこのラーメン知ってる写真送ってきてくれてもちろんこれ美味しいよこれ美味しいこのクーラー何が入るかわかりますかこれはシンプルにこのラーメンは美味しいと言ってるので和を使いますもちろん これは美味しいし次の文章。でね、どのカップラーメンがおすすめこれおいしい。この場合は、カップラーメンってたくさんある中で、一つを選んで、これがおいしいと言ってるので、がを使います。でね、どのカップラーメンがおすすめ これが美味しいで。がを使うと、他のラーメンは、他のラーメンは、このラーメンに比べると美味しくないって意味にもなります。なので、まあ、This is the most delicious みたいな意味になります。Did you get it? 大丈夫ですかいやもし、今の文章を がを和にしたらどうなるのか。ちょっとやってみますね。でね、どのカップラーメンがおすすめこれは美味しい。写真を送って。でも、あんまり辛くないかも。もし、あの、もし和を使うと、特定のものを言ってないように聞こえるんですね。これは美味しいで、だからみたいな。 なので、もしこの場合和を使うと、文章を完成させるために、新しい情報が必要になると思います。まあ、そっちの方が自然に聞こえますね。例えば、これは美味しいけど、ちょっと高いかもとか、これは美味しいけど、あんまり辛くないかも、みたいなネガティブなことを言うこともありますし、これは美味しいし、コンビニで買えるから、 おす,すめだよとも言えますこれはおいしいだけ言うとこれはおいしいけどみたいに日本人は思うかもしれないです。じゃ次エクササイズ。これ英語で出ちゃってるので簡単なんですけどこれどっちが和でどっちががが入るかわかりますか上の方が この猫がかわいいで。下がこの猫はかわいい。まあ、上は猫が何匹かいてこの猫がかわいい。This cat is the cutest. 一番かわいいみたいな。2つ目はこの猫はかわいい。普通の文章です。じゃあ次。まあ、これも下に英語が出てるのでわかると思うんですけど上がそれは小さい。 下ががそれで、今あの、和を使う、今、がを使うと、その、比較になるって言ったじゃないですか。でも、これは同じ文章で和とがを使った場合なので、もちろん、和を使ってもその比較を表すことはできます。例えば、このケーキは一番おいしい。 このケーキが一番おいしい。これ意味はほとんど同じです。ちょっとだけね、ニュアンスが、あのー、違うんですけど、でもほとんど同じです。僕はその違いが説明できません。結構難しいんで。<laughs> じゃあ次、パート2、パート2、ナウンって書いてます。名詞です。ビジネスカードじゃなくて、ナウンの名詞です。 えー、和とがの後ろに名詞が来た場合、その文章はどういう意味になるんだって話なんですけど、超簡単。同じです。今説明した形容詞と同じです。それはラーメンだ。それがラーメンだ。あ、飛ばしちゃった。それはラーメンだ。それがラーメンだ。さっきのやつ見かあの、復習したらすぐ分かると思うんですけど、これは それはラーメンだ。That is ramen. そのまんま。あの簡単です。次、矢印出ましたね。それがラーメンだ。もう、ね、強調しすぎて、あの全部大文字になっちゃいました。なんか、It's like you capitalize all the letters.That's ramen. そうです。 でもこれ他のはお米があって、えー、あれは何だ多分タイのトムヤムクンとあと他の麺があって、多分これラーメン一つだけなんですよ。それがラーメンだ。ラーメンはそれしかないっていう意味になります。いくつかある中で一つを選んでそれがラーメンだって言ってます。でまあ説明、解説なんですけど、まあ、これは簡単ですね。 和の後ろに名詞が来たときは、もうそのまんま。これは iPhone だ。This is iPhone。もう簡単ですね。で、賀の後ろに名詞が来た場合、これちょっとまあ分かりにくいかもしれないんですけど、これが iPhone だ。This is the iPhone か、もう大文字にして、This is iPhone。 みたいな意味ですじゃあその例文を見てみましょう。でね昨日「元気フェスタ」に行ったんだけどこれ何かわかるで写真を送って「えー、それラーメンだよ」。この場合はシンプルに「それはラーメンだよ」って言いたいので「和」を使います。 これは普通にあの大丈夫ですね。で、次。えね、ー。どっちがラーメンの写真長崎ちゃんぽんの写真と混ざっちゃった。長崎ちゃんぽんっていうのは、あの、長崎にある麺料理の名前です。まあ、これですねあの。シーフードですごい美味しいですよ。これはそれはちゃんぽん。まあいいですね。じゃあ、こっちは それがラーメン。答え先で出ちゃった。いや。まあ、この場合はいくつかある写真の中から一つを選んでラーメンって言いたいのでがを使います。それがラーメン。でじゅれ大丈夫ですか次、まあ、さっきのエクササイズなんですけど文章が2つあります。明日 休みだ。明日休みだ。これどっちが和が入ってどっちにがが入るのか。まあ、英語でねあの、上は普通で下が全部大文字、キャピタライズされてるのでもう簡単ですけど、明日は休みだ。明日が休みだ。こういうふうになります。まあ、これなんかね、じゃあこの文章いつ使うんでって話ですよね。<laughs> はい、やります。 でねご飯行こう。いいね。今日は休み。今日は仕事。明日が休み。こんな感じです。じゃあ次。次の駅渋谷だ。これは上が次の駅が渋谷だ。下が次の駅は渋谷だ。あの電車に乗っててアナウンスあるじゃないですか。 次は渋谷みたいな。それは絶対に次の駅、まあ、次は渋谷って言います。次が渋谷っていうのはちょっと変です。まあ、まとめると、和っていうのは、まあ、シンプルに説明するときに使います。まあ名えっと、形容詞と名詞ですね。がっていうのは いくつかの中から選んで、これは名詞,、えー、名詞だとか形容詞だというときに使います。あと、強調したりとか比較するときとか特定のものについて使う、特定のものについて話すときに使います。はい、大丈夫ですかじゃあ次、パート3、ラストですね。バーブ。バー、バーブ。日本語でバーブです。 Verb 動詞で、ここはちょっとあれなんですけど何だろう逆になっちゃうんですよもし和とがの後ろに動詞が来た場合ってさっきのやつの反対になるんですよどういうことかっていうとラーメンはできたラーメンができたさっきは上の方の 形容詞とか名詞の方が普通の意味で、下のこれが美味しいの方が、なんか意味が、あの、変わっちゃったじゃないですか。動詞はそれが逆になるんですよ。例えば、ラーメンはできた。っていうとさっきの逆なので、ラーメンだけができたみたいな意味になるんですね。まあ、あの、いくつか、 料理を作っててその中で一つだけできたって言いたい時にラーメンはできたでも餃子はまだできてないみたいな餃子じゃなくても他に何作ってるか分かんないんですけど他のものはまだできていないっていう意味になりますじゃこれはもうさっきと同じですねラーメンができたもうこれは普通にシンプルにあラーメンできたんだって意味になります 解説すると、和の後ろに動詞が来た場合は、もうこの、まあ、only main topic verb, but the others not みたいな意味になります。この猫は寝ているっていう文章なんですけど、これは猫は寝てるけど、他の動物、犬か象かキリンか分かんないですけど、他の動物は起きてるっていう意味になります。 まあ動物以外でも人でもいいんですけど。次。これは簡単ですね。がの後ろに動詞が来る場合。これも普通の文章です。猫が寝ている。あ、そうなんだ。って話です。じゃあ、このラーメンをできた。ラーメンができた。例文。ちょっと出してみます。そろそろホームパーティー始まるよ。もう着く。料理はもうできた ラーメンできたよこれ和とがどっち入るか分かりますかもう下の英文見ればすぐ分かるんですけどラーメンできたよ。餃子とたこ焼きはまだこの場合は今料理をいくつか作っててそのうちのラーメンは準備できたって言いたいので和を使いますラーメンはできたよ。 でも、餃子とたこ焼きはまだ。みたいな感じです。じゃあ次。ラーメンできたよ。早っ。あと5分でする。じゃあ、食べずに待ってるね。ありがとう。この場合は、シンプルにラーメンはできたと言いたいので、がを使います。ラーメンができたよ。こんな感じです。大丈夫ですかじゃあ、 ンジ座った。ンジ座った。これ2つどっちか分かりますか上がンジが座った。ああ、ンジが座った。下がンジは座った。ンジだけが座ったとか、まあ、他の人は座ってないのにンジは座ったみたいな意味です。じゃあ次、彼、 食べたこれどっちに和が入ってどっちに和が入るのかまあこれ今のと同じなんですけど彼が食べた、まあ、彼が食べた彼は食べた彼は食べたけど他の人は食べなかったみたいな意味になります、まあ、強調しますねまあこんな感じですだって以上です あの最初にあれしたんですけど全部をカバーするのはちょっと難しいのであのまだ説明できていない部分とかもあると思うんですけど以上が説明です。でネットで和とがの違いを調べると例えば和はトピックメーカーとかコントラストメーカーみたいによく説明されていて がはサブジェクトとか新しい情報みたいに言われることが多いです。で、その説明もすごくあの分かりやすいんですけど、それ以外の説明っていうのがあんまり見つけられなかったんですね。なので、この説明、トピックメーカーとかコントラストメーカーの説明で、いまいちこれどういう意味なのみたいな。 思ってる人がいたら、多分この今日の説明を聞いて、少しは、あ、なるほど。ってなったと思います。まあそうなってくれれば、嬉しいです。<laughs> ということで、えー、ご視聴ご成長ありがとうございましたいや。この動画が面白いと思ったら、えー、チャンネル登録といいね、コメントお願いします。So thanks for watching. If, if you find this video helpful, please subscribe to t h channel. hit like, and leave your comments down below. Bye-bye.